常用は、茨城県東茨城郡大洗町にある、日本原子力研究開発機構が保有する、高速増殖炉の実験炉である。2007年に、炉内の実験装置が破損し、稼働を停止している。上空から見た、常用常用は日本で最初の高速増殖炉であり、高速増殖炉開発のために必要な技術、データ及び経験を得るための基礎研究。 基盤研究を目的として建設された実験炉である。目標は自主技術で新型炉を開発することに貢献することであり、日本の国産技術である新型転換炉と並列して計画が進んでいた。上陽ではその他燃料、材料等の照射実験なども行われており、民間への施設の提供も行っている。ここで得られた技術、データは次の段階となる。 原型炉である文樹の建設につながった。高速増殖炉の実験の最終段階である実用炉の開発は2050年頃とされていたが、開発計画は事故などにより何度も遅延され、2017年に文樹の廃炉が正式決定したことで完全に頓挫した。上陽の名称の由来である上陽は江戸時代の茨城県東部に立地した日立国の中国風の故障であり、 公式サイトによれば、高速実験炉、常用の設置場所を洗いは、太平洋に面した明るく雄大な地形にあり、まさに、常用の名にふさわしいところです。とある。実験炉、常用の名称は、新型動力炉、文樹、普遍とともに、動力炉、各燃料開発事業団の副理事長、清成進が発案したものであるが、 当時の同年の広報室長の解雇によれば、仏教学会の首脳から当初は、放蔵が提案されていたとの裏話がある。サイトの地名を重んじる意向から、常用に変更になった。ナトリウム循環を除き、休止中である。2007年にメリコ -2 と呼ばれる照射試験用実験装置の上部が大きく破損する事故が発生したため、路の運転休止を余儀なくされている。 この間、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故が起き、原子力分野の安全規制、審査や世論が厳しくなった。ジャイアは避難計画の策定範囲が周辺 30km から 5km に縮小できる熱出力10万 kW 以下に抑えての再稼働を目指したが、原子力規制委員会は、 地元との関係を軽視するような姿勢を問題し、熱出力限界を10万 kW に制限するよう改造したが、耐震性を高める地盤改良工事も必要となり、安全対策費は170億円に達している。常用はこれまで利用目的に応じて炉心の構成を変更する改造工事を受けており、それぞれマーク I、マーク2、マーク3と呼ばれている。 現在はマーク3路ンであり、高速中性子を利用した材料試験などに利用されている。ありがとうございます。